品川新進社監督、槙野智章監督、そして選手の入場です。皆様ぜひ拍手でお出迎えください。皆さんこんにちは、品川 CC セカンド監督らせていただきます、槙野です。今日は暑い中、公開練習ですけども、子供たちもたくさんいますし、今の自分の実力どういう練習やってるかっていうのはですね、ぜひ参考にしていただければと思いますので、よろしくお願いします。さあ、いつも通りね、配置取って、配置取って、ちょっと暑いけどね、一個一個しっかりやろうぜ、やろうやろう、練習10分ぐらい、これ練習10分ぐらい、オッケー、やること一緒ね、スタート、しっかり逃げろ、いいよ、しっかりね、アンタッチ、アンタッチ、オッケー、2、3、ナイス、オッケー、なかったら回せばいい、なかったら回せばいい、イエス、オッケー、やり方、動かせ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 、イエス、オッケー、イエス、オッケー、はい、もうちょっと、もうちょっとあれ縮めて、もうちょい縮めていいよ、守備もうちょい行こうや、はい、短い時間だから頑張ってくれ、みんな、はい、よ、はい、イエス、オッケー、イエス、オッケー、ドラーボ、オッケー、ナイス、さあどうする、どうする、どうする、オッケー、ナイス、高山、さあどうする、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 信じてる、山下どうする、ただただ終わる、行くぞ行くよ、さあきついけどね、全部が全部あれよ、行かないよ、しっかり行くよ、行くところは全部が全部後手でこうやって行っても取れないよ、行くところちゃんと限定してパンって行こうや、熱いから誰々行っても取れないよ、シュゴーイゴーアネスタイロイゴー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 いいよいいよいいよ、右からゴー、左からゴー、守備のところ求めてるけども、大切なのはボールに入れることやぞ。ボールを持ってない選手の距離感だったり、サポートの位置ね、もう一回考えよう、みんなで。ワンタッチで逃げるとこと、ツータッチするとこね、はっきりね。で、守備の選手は取りに行こうや。はい、この夏場だし、この時間の練習、試合もあるからね。みんながボールに関わること、オッケー。はい。おっしゃる。逃げ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 、そう、はい、勝機、ゴー、イエス、そう、オッケー、そう、チェンジ、チェンジ、逃げるよ、逃げるよ、簡単にしてない、こういうところをワンタッチで逃げるとこはっきりしろよ、いやー、ナイスワンタッチ、サポート、サポートの距離で、右から、右から、逃げて、出した後、出した後、出した後ね、さあ、藤井、山下どうする、逃げろ、佐々木、2チーム、2チーム分かれてると思うけど、白がじゃあこっちのゴール来て、ビブなし向こう行って、ごめん、これもう一個下げるわ、ごめん、これもう一個下げます、もっとしろ、もっとしろ、ここまで、ここまで、もう、もう、ごめん、ここまで、OK、全員聞いといて、3人やります、いい、3の方が攻撃した時に武田がシュートして、シュートで、シュートを打った人が外した場合は出すでも、OK、で、シュートを打ってない2人が残ります、新しい3人が出てくる、 OK、 その流れ OK、 大丈夫、できるだけ時間をかけずに突破したい、 OK、 いい、はい、ここ時間かけないよ、時間かけないよ、頑張る、頑張る、頑張る、OK、 いいよ、いけいけ、OK、
おい。どうする？おい、どうする？やばい、外れた。ラスト、ラスト、ラスト。早く右から、早く右から。ハラス、ハラス、ハラス。オッケー、ストップ。水飲んで、水飲んで、休憩して。一個付け加えるね、みんな。いい？どういうシチュエーションかっていうと、やっぱりいい形でボール奪った時に早くカウンター決めたい、シュートまで繋げたい。今のみんな見てると、ボール持ってる選手の仕掛けとボール持ってない選手のランニングがあまりにも低い、質が基本的に3対2なんだけども、ボール持ってる選手はどうするかっていうと、片っぽの選手に向かってボール運んでほしい。真ん中に突っかけるんじゃなくて、片っぽの選手にゆっくり突っかける。で、ここで2対1を作る。 OK。 結構 J リーグの中でもみんなやってんだけど、この3対2の状況で真ん中に突っかけてって、真ん中に突っかけてって、これで引っかかるパターンって多いんだけども、カウンターの時に大事なのは相手に向かって突っかける。いい、センターバック、サイドバックいるけども、相手に向かって突っかけて相手を出させないようにできたら、パスして打ってもパスも OK。 もう一個やってほしいことは、ハヤトがボール持った時にちょっと突っかける。この時のよくパシージュやるじゃん、そこもゆっくりしかけて、ゆっくりしかけて、マコが斜めに走る。そうするとこっちでも使えると。で、もし高山が今向こうに絞るんだったら、こっちが来ないんだったら向こう使える。 OK。 このボール持ってない選手のランニングスピード考えてみてください。ゴー、はい、行きます、よーい、スタート。そう、相手に向かって、はい、はい、そう、ゴー、 OK。 さっき左、さっき左、入れない、さっき、ゴー、ほら、良くなった。どうする、どうする、相手に向かう、相手に向かう、おー、ほら、良くなった。立て、立て、写真してほしい、行こう、守れ、守れ、やー、オッケー、ラベ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 、ハイト、ハイト、そう、ハイト、ブラブ、ハイト、オッケー、ハイト、ハイト、いやー、オッケー、ナイス、ラスト、ラスト1分、ラスト1分、はい、はい、はい、しっかり、見よ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 、我慢、そのまま出せ、そのまま出せ、そう、そう、マコ、マコ、来るよ、はい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 はいはい、しっかりしっかり、切り替えろ、切り替えろ、それ、どうする、どうする、2対1、よし、次、さよなら、みんな動くぜ、そうし、そうし、はい、オッケー、終わりです、終わりです。で、こっちは、ここのこれ真ん中のライン黄色くですよ、うん、この真ん中だけ決めて、真ん中だけ、幅どこになってる、一番奥ね、もうちょっと狭めたい、もうちょっと狭めたい、いや、ペナ、ペナ、白コーンが横、分かる、分かるようにして、分かるようにしといて、いいよ、みんな、さあ、ラスト、ラスト、ラスト、もう25分で終わるから、最後、ゲームやるよ、ゲームのちょっと33、ゴール前の、ゴール前のところやります。 OK、 みんなこれ見て、これ見て、うのきんとこ買います、はい、いいよ、これ見て、ポジションついてみて、まず33、33ついて、で、ここ真ん中、俺がいるところが真ん中だから、で、佐々木、ハヤト、武田、神田、サイド入って、で、青の選手、こっちの青の選手、白も聞いといて、キーパーから受けたら、できるだけ早く、そうだね、前に当てる、ドリブルで突破して、そのまま当てる、オッケー、いきます、いい、はい、ゴール前だぞ、攻撃の選手、シュート、シュート、OK、行きます、スタート、シーン、前を運ばせんな、フリーダッチョ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 、ナイス、ゴー、ゴー、ゴー、オッケー、ボール出して、オッケー、広い、広い、広い、ナイス、ストップ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 、青いここ入れるね、ピンク、フリーマンで、青い使ってもいいよ、ただし青いは攻撃の時はワンタッチ、後ろから受ける時はアンダーツ、オッケー、オッケー、いい、続けるよ、よーい、行こうぜ、最後めっちゃ一緒に、フリー、青いに、フリー、フリー、フリー、わー、当てない、握る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 、はっきり、はい、フリー、フリー、感じる、感じる、感じる、ダイヤ、ダイヤ、ゴールだ、ゴールだ、どうする、どうする、
シュート、ゴールでもうシュートよ、シュートレンジ、イエース高山。さあどうする、どうする、段差作れ、段差作れ、はい、行け、はい、行け、はい、おい、シュートを意識してターンだったりパスだけに考えるのよ。ここでサイドに来るのもいいんだけど、高山を見せてくれた、ここで受けた時にシュートをもっと意識しようみたいに、で後ろからのパスに自分たちで前の選手が動き出してもらおうよ、もうちょっと。はい、OK、 ナイス、アタッチクリア。なんで早くなんかなあるよ、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 もうちょっと後ろ選手と前の選手を一つ測って段差段差ってみんな言うけど、はい、ここに受けた時にこういうコンビネーションいい距離感でやってほしい。 OK、 OK、 もう一回行きましょう。はいはいはい、おーナイス、はぁはぁ、動いてる、見てる、中から中から、中から、もう一回動いちゃうよ、動いちゃうよ、はいはいはい、いいよ、もう一回、はい、おいな、コース変わった、コース変わった、いやー、グッドレイ、それそれそれ、最後にもう一回よ、後ろから前入った選手でちょっと稲とか佐々木とかここでボール受けて横パス横パスあったけど、打ってよ、前向いて、ここの距離は細谷も打って決めてくれたけど、ここもうゴール前だぞ、まずはゴールだ、 OK、 勝機も一回あったけども、サイドに立て立てでフリーマンにこれ出してもワンタッチ厳しいよ、意図があるワンタッチだったらいいけど、ここでなくてこの立て場だったサイドの選手が困るよ、まずは優先順位前ね、 OK、 ラストいきます、はい、あーナイスボールだ、藤井健太郎、どう武田、どう武田、健太郎ゴー、いやっと、わーナイスマーク、頼め、後ろ後ろ、いや消せ、いや消せ、いやー、良くなったね、みんな、はいはいはい、でもちょっと内側も意識して、あー、オッケーオッケー、惜しい、惜しい、惜しい、はい、すみません、はい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 、アーボール、アーボール、タケ、タケ、はいはい、佐々木、サポート、いやー、ナイスボール、リア、リア、声かけてやれよ、ゴール、中から、中から、中から、仕掛けてよ、仕掛けてよ、仕掛けろ、仕掛けろ、シュートレンジ、そう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 、それそれそれ、ナイスボールだ、そしてゴール、オッケー、終わりです、素晴らしい、山下ナイスボール、皆さんお疲れ様でした。はい、今やったのがね、今品川 CC セカンドがやってる練習だったり、社会人リーグのサッカーを皆さんに見ていただきました。この後ですね、僕たちの1個上のカテゴリーの品川のトップチームの試合ありますんで、ぜひそちらの方もですね、見ていただいて、子供たちがね、一つでも多くのものを学んで帰っていただきたいなと思います。で、お時間ありましたらですね、品川 CC の今後のスケジュールとか、選手の情報とかもね、入ってますんで、今後品川 CC に注目していただいて、また練習含めて試合もそうですけども、見に来ていただけたら嬉しく思います。今日は暑い中ありがとうございました、ありがとうございました、品川 CC の皆様、お疲れ様でした。今日振り返ってみてますか、今どういう練習をしてるかっていうのを、小学生もそうですし、いろんな方々に見ていただけるチャンスがあったのは良かったし、まあ、選手たちもそうやって日頃から見られるっていうことをこうに対してこうなんていうのかな、まあ、いい意味でプレッシャーをかける、で一つ一つの練習に強度を持ってほしいし、魂込めてやってほしいっていう意味では非常に良かったのかなと。今回その公開練習ということで、まあ、今回の練習メニュー、意図としては何か、まあ、意図は自分たちが今公式戦で起きている現象の課題だよ、ね、その課題についてどうやったら点を取れるか、どうやったら時間をかけずにゴールまで持っていけるかっていうところと、あとは各ポジションのタスクっていうところを再確認する上では、まあ、いつも練習環境がやっぱ狭いんで、こうフルピッチでできる環境っていうのはあんま整ってないんで、まあ、今日はせっかくね、フルピッチの中でちゃんと距離だったり幅とか持って練習組めたり、そこを落とし込んだ
メニューになってます。すごい暑さで、暑いよ、35度を超えて、その中でメリハリだよね、練習の中のメリハリ、練習やってる時間と休む時間というメリハリ持ってやるときにはバッてちゃんとやる、リズムもそうだし、スピード感持ってやるっていうのは大事だと思う。だら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 長い時間やるっていうのは俺好きじゃないし、選手でやってるときにだるさを感じて集中力なくなっちゃうから、まあ、そういう意味では短い時間パッてやるっていうのは意識してます。1時間長いですか短かったですか？短いんじゃない、それをもっとやりたいって思うのが一番いい。そうです、うん、もう一回やらせてください、もう一回やらせてくださいっていうのがある練習がいい、そこで終わらせて次に持ってくるっていうのが僕が考える理想の練習です。昇格に向けて、私たちやっております。で選手たちもですね、同じ方向を向いて、僕のやりたいことっていうのを精一杯プレーに残し込んで、僕もやってるし選手たちもやってくれてます。ぜひともですね、できるだけ多くの方々に注目してもらって後押ししてほしいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。